ーク、コリンゴラジオ、自由の女神になりたくて、第81回目を迎えるニューヨークコリンゴラジオ、なんとメキシコに上陸です。こちらメキシコはカンクーンに来ておりますが、カンクーンはニューヨークからも3時間ほどのフライトで来れてしまうカリブリゾートエリア。この手軽さでアメリカやカナダからは人気のバケーションエリアとなっております。さて、毎週月曜日オンエアのコリンゴラジオですが、本日は特別に火曜日オンエアとなります。というのも、本日12月11日は私の誕生日でございます。イエーイ。私12月生まれですので、年末の忙しい最中、ホリデーシーズンもかぶって、なんとなく自分の誕生日はひっそりとないがしろにしてきました。いつもね、誕生日プレゼントとクリスマスプレゼントが合併したり、バースデー、ね、ケーキとクリスマスケーキが合同でね、ハッピーバースデー、メリークリスマスとか書かれてしまったりしてて、なんとなく12月生まれは損だなと思っていたんですけれども、アメリカにね、移住してから、アメリカ人って本当に誕生日を盛大に祝うんですよね。子供のバースデーは親が仕切って、ボーリング場やスケートリンクを借り切ってのバースデーだったり、大人になっても自分で自分のバースデーをプロデュースして、本当に楽しそうなんですね。ただ私の誕生日は毎年年末のホリデーシーズン真っ最中ですので、なんとなく、みんなホリデーシーズンで忙しい最中、他人に迷惑かけたくないなーなんて、ずっと自分の誕生日を遠慮してたんですね。ですが、2年前から他人にね、気を使って自分の生まれた記念日ひっそりしてていいのかと考えるようになりまして、別にね、他人を巻き込まなくたって自分の誕生日は自分を存分にトリートしてあげるようなバースデーを自分でセルフプロデュースすればいいんだし、誰かにね、誕生日を祝ってもらおうなんて考えなくてよくて、自分の誕生日は自分で企画して最高に自分をもてなして祝えばいいんだと、やっと気がつきまして、もう遅いっちゅうにね。自分のね、誕生日には自分を高めるような初体験とかね、なんかね、初めての場所を訪れたりね、そういった日にね、そういったね、目には見えないね、体験を自分自身に贈ることにしたんですね、誕生日プレゼントとしてね。で、2年前からね、それを実行してるんですけれども、2年前はフロリダのオーランドで43歳にして初のサーフィン体験いたしました。去年はね、44歳になる誕生日、1000ドルのベーグルをゲットするために初のファンドレイジングを募り、見事に達成しました。この1000ドルのベーグルっていうのはね、ウェスタンホテルニューヨークがね、企画したもので、たった1個のベーグル、なんと1000ドルもするんですけれども、まあ、もちろん豪華なね、素材を使ったトリュフとかね、そういうのがガンガンと乗っかったベーグルなんですけれども、それにしてもただのベーグルなんですけれどもね、そのベーグル1000ドルなんですけれども、その売上金すべてを、ニューヨークシティのね、食料基金に、寄付するというのでね、私自分のね、誕生日にあのファンドレイジングで1000ドル募りまして、皆様のご協力あって無事にね、1000ドル集めまして、みんなでね、1000ドルのたった1個のね、ベーグルをあの分かち合って、その募ったお金無事に、ニューヨークシティのね、あの食料基金の方に寄付できたんですけれども、これもね、本当にいい体験だったんですけれどもね。ということでね、今年は45歳の誕生日、ついに45歳、もうアラフォーではなくなりましてね、アラフィフなのかしら、まあ、ということで45歳、記念すべき45歳を盛大に祝うために、今年は
初メキシコ、もうメヒコに来てますよ。初のね、メキシコで初のカンクンです。いや、カンクンは本当に手軽でね、皆さん行ってたんですけど、私特にねリゾートビーチエリアに興味があるわけではなかったんですが、もう初体験ということでね、もう食わず嫌いはいけないということで、初カンクン、しかもですねバースデーですから、なんと5スターホテルにね泊まることにしますって。このね5つ星ホテル、なかなかねハネムーナーや、マナーとかサービスにいる際日本人にも人気のグランドフェスタアメリカーナコーラルビーチホテルというねホテルを選んだんですけれども、昨日チェックインしたんですが、なんとチェックインの時にはウェルカムシャンパンが用意されまして、バースデーでなんとアップグレードのお部屋にしていただきました。なんとフロントオーシャンビューですよ。ちなみにねこちらのホテルは全室オーシャンビューなのですが、ちょっとね角部屋とかがあったり、若干ね海は見えるけれども、なんとなくちょっとこう角から見えるっていうお部屋もあると思うんですけれども、フロントオーシャンビューですよ。これは後でブログ等でね紹介しますのでね、ご報告します。しかもですね、なんとハイドロセラピーリチュアルというねなんかスパサービスがあるみたいなんですけれども、それも無料でつけていただきました。いや、ちょっとこれから楽しみなんですけれども、その他ねホテルのアクティビティ、いろいろねヨガとかカヤックとかそういうねアクティビティがたくさんあるみたいなんですけれども、それも全部満喫してバースデーを盛大に祝ってあげようと思います。もう本当にね思いっきりね自分をトリートしてあげるつもりなんですけれども、なんかねこれ自慢話かよって感じなんですが、ホテルのねリポートは後日ブログの方でね報告するつもりですので、ブログの方もチェックしてみてください。まあ今日はね自慢話かよってね、いや自慢したいわけじゃなくて、いや自慢したいです自慢したいですけれども、いや皆様ね自分のバースデーをねないがしろにしたりしていませんかねと思って、今日の放送、また自分がゲストなんですけれども、なんかねなかなか大人になるとね、もうこんな年だし誕生日なんて嬉しくないわとかね、もう子供じゃないから誰かに祝ってもらうっていうのもなんて思ってる人がいるんじゃないかなと思って、でもですね、あなた自分が生まれた誕生日って、自分がね生まれてきてよかったって思うのって真っ先にね自分だと思うんですよね。誕生日がなかったら生まれてないわけですしね、もうこの世にいないわけですし、自分をね一番にトリートしないでどうするんですかというかね、もうなんか人任せにしたり、なんか適当に誕生日をね流していたらすごくもったいないなと思うし、いや自分も今までねなんかこんな年になるまでねあんまり自分の誕生日をそんなにねケアしてなかったんですけれども、まあ人それぞれでね、みんながみんな自分の誕生日をね盛大に祝えと強制しているわけではないんですが、最後に一言、あなたがこの世に生まれた日がこの世で一番あなたにとって大事な日です。そうです、ですからね、私が生まれたこの日がこの世で一番私にとって大事な日でもあります。では私もこの世で一番大切な誕生記念を満喫したいと思います。あら、こんな締めでいいのかしら。まあちょっとね、来週のね放送もメキシコスペシャル続きますのでね、来週はカンクンから車で2時間ほどですね、今ヒップスターたちの間で大人気となっているトゥルームからラスティックでラグジュリアスにお届けいたします。とっても素敵なゲストをお呼びしてあるのでご期待です。それではアスタラプロキシマセマーナー、ちょっとインチキ臭いスパニッシュでございましたけれども、 See you next week!
バイバイ。